質問です。コーチングセッションをメニューとしてあげる場合、ターゲットを広く集めるよりも、具体的に絞って、誰がどうなのかということを明確に表記しておいた方が良いでしょうかそうですね。これおっしゃる通りで、えっ、ー、と、一番のポイントは、あ、それ私だな、と思ってもらうことが重要なんですね。なので、具体的であればあるほど、あ、私だ、と思ってもらえるじゃないですか。例えば、 えとどんなコーチングなのかは分かんないんですけど、例えば子育てコーチングとかだったら、えー、と子供が、えー、と自我が芽生え始めて、なかなか言うことが聞かなくなって、それをどう教育したらいいか分かんないというお母さんにコーチングしますだったら、ちょうどその悩みを抱えてるのは、あ、私だと思うわけじゃないですか。でも、だから人生をなんとなく良くしたい人にいたと、それはまあそう思うこともあるけど、私のことじゃないかもなって思うことなんで、 えー、より具体的にする方が私だと思ってくれるので、私だと思ってもらうにはどうすればいいかの視点で考えてみるといいですね。